皆さんおはようございます、6月の5日日曜日、全日本モトクロス選手権第4戦スゴー大会決勝の朝を迎えています。まだ5時ぐらいかな、ちょっと早めにコースに降りてきました。昨日午後散水用の水が尽きてしまって、結構ホコリが出たんですけど、予選が終わった後僕は近くの大型温泉というところお風呂入りに行って、戻ってきたら夜11時ぐらいかな、まだコース整備が行われていました。いわゆるトラクターを使って、冷気をかけるという耕すのが行われていて、現在コース上は、こんな感じで全周ほぼ全周にわたって、掘り返し再度掘り返されて、それから十分な水がまかれてという状況です。上空は昨日よりはちょっと雲が多いのかなという感じですが、今日も、雨の心配はなさそうです。昨日予選からかなり激しいバトルが繰り広げられて、白熱しました。今日も面白いレースになると思います。